リコは、京都府京丹後市網野町大浜にある湖。京都府で最大の淡水湖であり、道町内のとび木浜、豪村断層と共に、京都の自然200センチ系、地質部門に選出されている。リコ公園から見るリコ江戸時代末期に描かれた、リコ京都府最大の淡水湖で、網野市街地の東側にある。網野、島津、大浜の山地区にまたがる。リコは、 カツミとも呼ばれている、植物プランクトンの多い不横。湖。海岸から約500メートルの距離にあり、湖の北西側から流出する水路で、かつては日本海とつながっていた湾乳の一部であったが、サス砂丘の発達により、外目から閉ざされ、石湖になった。湖の中央部には、離山と呼ばれる、半島部が突き出ている。ザンには、 京都府京丹後市網野町木津にある湖集山流コンデラが建っていたと言われている。水位を低くして、大雨による増水で周辺の田畑等に被害が及ぶのを防止するために、この湖から満丈山の下をくり抜き、日本海に水を流して、湖の水位を調節する日越川というトンネル水路が1674年から3年がかりで掘られた。 氷砂のため閉塞されやすかったため、1952年には新しい水路として新日越川が開札された網の頂上水道の水源地である。湖畔には八重桜やソメイヨシノなどの桜が約300本植えられており、桜の名所となっている。3月下旬から4月上旬にかけてリコ桜祭りが開催される。4月から6月にかけてゲンローブなずり、 小りなどで知られている。7月には、花火大会として、小浜リザン弁天ンン祭りが開催される。丹後半島は、海岸段丘の高さから、鉱石用において、軽動隆起を成したものと推測され、隆起の後の沈降によって、久美浜湾が生じたと考えられている。この時、網の付近にも海が侵入し、入り江の一部が、砂丘によって閉ざされて生じた石湖の一つがリコと、 考えられている。また、砂丘だけでなく八丁浜などサスの成長によって、入り江が閉ざされたとも見られている。20世紀後半までは同様の歴史をたどった関湖が、福田川沿いにもう一つあり、浅間川湖と呼ばれていたが、江戸時代末期から埋め立てが進められ、1970年代に消滅した。浅間川湖の埋め立て以後は、利湖が京都府で唯一の自然湖とされる。 かつて日本海とつながる湾流の一部であった時代は大橋川の河口で清の河と呼ばれた片河であり大陸や日本海沿岸部との交流の窓口であったと推察される。1952年の新日越川開作以降は湖南岸から半島となっている離山は以前は島で古墳時代の遺構が数多く残る。 20世紀後半以降のリコの周囲は3 8トル、面積は388、7000平方メートル、最大水深は約7メートルである。付着藻類当初、物性プランクトンは、卵巣植物が3か5種、緑藻植物が11か20種など、多種多様で、中でも軽藻植物が豊富に生育していた。1968年に採集され、 根ご健一郎が顕微鏡観察で同定した、軽い植物は18属48種以上に上る。1999年7月4日の田中正明の調査では、動物プランクトン24種、植物プランクトン28種の計52種が確認されており、いずれも不栄養型の群衆にあたるものと判断された。網の調子によれば、リココハンでは、 7か19種のシダ植物と12か18種の水生植物が確認されている。しかし、1999年に田中正明が行った調査では、ヨシ、ガマ、ヒシが確認されたのみであり、湖全域では水生植物の生態は貧弱であるとする。超水植物の群落は、沖き出幅では最大20メートルに及ぶが、 全く生育していない場所も多く、離水の大部分が護岸化されていることと、20世紀後半に放流された草魚の影響によるものと思われる。古西南部のかつて固定だった米炭層の途中からは、松やカバノキ、エゴノキ、スイレン、キシ、イネ、カヤツリグサ、アヤメなどの植物化石も見つかり、太古の植生がうかがい知れる。 止水域に生息する各種のトンボ類をはじめとする、多種多様な水生昆虫を見ることができる。蝶の飛来も多く、奇獣種では、ギフチョウや邪光揚げハの観察記録が残る。蛍生動物は、ユスリカ類の幼虫3種と淡水海面の骨片が確認されているにとどまる。リコは、淡水魚の宝庫であり、中でもヘラブナ・ワカサギ釣りのメッカと称される。また、 鯉、船、うなぎ、ナナマズ、アユ、ハゼ、ドジ土ウ、ボラ、ウグイなど、多様な種が生息していたが、1979年5月14日、水質汚染が原因となって、船の大量死が発生する。水質汚染の要因は、昭和期半ばの家庭排水の流入などに禁するものであり、網野町は、京都府の関係機関と連携し、リコ汚染対策協議会を開催し、 汚染から水源を守らんとする住民運動が広がった。これに先立つ1974年には、網野町は、リコの水質改善を目的に、創魚の稚魚1000尾を放流し、1976年にも創魚の稚魚730尾を放流している。これらの稚魚は、1988年に行われた草魚釣り大会で1メートル近くまで、 成長していることが確認された。1990年代に田中正明が行った調査では、恋船類、創業ブラックバスの生息が確認された。1967年3月31日には、特別天然記念物のコウノトリが飛来し、約20日管理湖に姿を見せたと記録される。1979年に京都府が行った故障調査では、 冬にホツハジロ、カルガモ、マガモ、スズガモ、カイズブリが多くトライすることが確認された。アミノチョウは2000年度、2001年度に日本野鳥の海京都支部に委託し、とびき浜トリコ周辺の野鳥生息生態調査を行っている。リコ古墳はリコに向かって島上に突き出した丘陵、リザンにあるリザン古墳から40メートル南の丘陵頂部に一致している。 阿弥野町がリコ一帯を公園として整備するため、1990年度からリザン古墳の発掘調査を行った。リザン古墳調査の終了間近に、その南側の大地を念のため調査したところ、長持ち形石棺の底石や副葬品の刀、炭鉱などが出土した。そのため、古墳であることが明らかとなり、この大地をリコ古墳と命名した。しかし、 調査の期間や予算の都合により、噴球当該部施設の調査は次年度に繰り越しとなった。翌1991年度に、リコ古噴全体の調査が行われ、噴球の南北の裾から、埴輪が出土した。しかし、この古墳は後世に作兵された形跡が見られ、築造当時の墳径、規模は確定できなかった。 噴球規模は推定で、東西34メートル、南北43.4メートル、高さ6.35メートル。これは、丹後地方の古墳では有数の規模である。古墳の年代は5世紀頃であると考えられる。2002年に、京丹後市指定文化財に指定された。また、李国墳より出土した長持ち形石棺は、噴球場に建てられた大屋に安置され、見学することができる。 埋葬施設埋葬施設は、墳丘の中央に並行して2機あり、第一主体部は、後世の洞窟を受けた形跡が見られ、長持ち形石棺の底部のみが残されていた。第一主体部の母校は、長辺5.6メートル、短辺3.6メートル。その中に、長辺3.6メートル、短辺1.3メートル、深さ0.4メートルの穴を掘り込み石棺が、 収められていた。第二種タイは組合式箱型木管で盗掘されずに完全に残されていた。第二種タイの墓校は検出面で長さ7.44メートル、幅3.48メートルの二段墓校で長さ4.88メートル、幅0.66から0.77メートルの木管が収められていた。木管は管内で3つに区切られていて、 中央部に意外が葬られていた。出土物、第一主体部の鉄器は、洞窟により破壊されていたが、復元した結果、鉄刀、鉄布、通す、三角板病流炭鉱、鉄属が出土した。第二主体部からは、洞窟城、石窟城、銃剣文鏡、玉類、鉄拳、鉄刀、鉄鉾、鉄属が出土した。また、は普通円筒朝、 顔形葉庭が出土した。リザン古墳は、リコに突き出した、丘陵北側の最も高所に位置する直径15メートル、高さ2.2メートルの円墳であり、北に開口する横後部のある無袖型の縦穴系横口式石室の埋葬施設を伴う古墳。古墳時代後期築造と言われる。墳丘は地山を整備した後、盛り土を行っているが、 森土の規模は不明確である。石室はほぼ真北に開口し、原室と横後部を合わせた全長 359cm、幅は最強 69cm、最大幅 100cm で奥へ行くほど広くなる構造。高さは 89cm。全くの単独墳であり、被走者はこの地域一体を収めた主張と考えられる。 発掘の歴史1949年7月に地元の青年たちが京都の歴史を知る目的で発掘。1953年、京都大学調査団による写真撮影が行われる。1955年、網野町内有志による離山各所への石仏建立時に墳丘場にも建てられたので、この時石室が埋められたと思われる。年、 阿弥野町が町水道工事で掘削すると土器片が発見されたことを受け、阿弥野町教育委員会が発掘調査を行うと、弥生時代前期から古墳時代の土器が出土した。出土物、岡一号墳は古墳時代中期から後期に作られた岡古墳群のうちの一つである。岡一号墳は7世紀前半に建造されたものであり、岡古墳群の中では、 最も新しい。京丹後市や美濃町オバマにあり、1号分のミリ湖畔に一区保存された。墳丘の規模は不明であるが、横穴式石室があり、6体の人骨、関東大東など、多数の副葬品、詩室きのままの馬の脚部も発掘された。京丹後市の指定史跡である。発掘の歴史日本海とリコの間の砂丘の中から発掘された。近くには、 日本海側最大級の前方公園墳がある。1951年に新日越川の工事により発見され、1951年から1953年まで京都大学の樋口高安による発掘調査が行われた。1953年から1954年には京都府教育委員会、1965年には網野町教育委員会が調査を行った。 出土物石室規模は全長10.8メートル、原室6.6メートル、入り口幅は1.2メートル。石材は地元の万丈岩が使用されている。追悼が行われたと思われる6体の人骨、鉄器類、玉類、バグ類、金具に、飾り金具7、一組の矢尻、末木、また馬の前足の大腿骨が発掘されたことは特徴的である。 者への捧げ物ではないかと推察される。隆魂寺石秘子に計って、隆魂寺が存在した。1276年、永平寺の小石偶もが、観音礼城巡礼のためせ愛山成哉寺に、登山したところ、異端を感じる方角があり、現地を訪れたところ、そこは、オバマ地区の美しい湖があるところだった。村民がリコにやった離島に混流したのが、隆魂寺の起源である。 当時は、丹後国、第一の大事として知られ、総当州、本尊は、釈迦尼如来、三号は、湖集山である。丹後に、松寺三十八家事、孫松寺十三家事を有していた。1631年には、寺が、竹野郡岡田村滝の上に移転し、1683年、竹野郡阿弥野町を津に移された。2020年のリ子には、 流魂寺の跡地を示す石碑のみが残されている。リコから流魂寺がなくなった経緯は、諸説ある。一つは、江戸時代の初め、宮津藩主、京国高国がリコで漁を行い、寺の境内で焼いて食べたところ、寺の僧がこれを咎めたところ、高国の怒りを買い、寺が焼き払われてしまった。寺の僧は捕らえられることを恐れ、木津村に逃れている。固定に残された石道路は、 当時のものであると言い伝えられている。他の説では、1625年、宮津藩主、京国高弘が母、総持寺院の弔いのため、宮津に地元寺を創建した。その際宮津領内のすべての寺院に地元寺の末寺となることを強要した。これに古くから、格式のあった龍根寺は反発、そのため藩主により1631年、 寺は焼かれたという記載も示されている。離山には弁天山と呼ばれる神社がある。勝手は7月14日に弁天祭りが行われ、龍魂寺も関わった。弁天祭りは復活し、リコでナイアガラと呼ぶ約30メートル幅の花火を行った。リコ公演1989年のふるさと創生事業の際には、 理子を公園として整備する要望が多かった。網野町は1990年度から1992年度までの3カ年をかけて理子公園を整備し、1993年4月4日には春工式が開催された。総面積は2.6ヘクタール。既存の展望台を展望広場に再整備し、理子古墳の発掘地点には説明看板などが設置された。 京都府立網野高等学校生という市がリサイクル活動を行い、その収益金によってしだれ桜が記念植樹されている。リコ公園には駐車場、トイレなどが整備されている。ありがとうございます。